ちょ、ホモサピの声聞いてみよう、久々に。でも最近ホモサピと俺似てないんだよな、声変わりしたホモサピが。最近ホモサピの動画見てないわ。あ、でも最近動画出し、あ、ヤドカリの刺身は伊勢海老の味って動画出してるね。今日の本命です、ジェネリック伊勢海老です。よいしょ、うまそう。皆さんこんばんは、ホモサピです。皆さんこんばんは、ホモサピです。新年明けましておめでとうございます。今日はね、海に来ました。海、夜の。似てないな、やっぱホモサピ声変わりしてるわ、めっちゃ。似てないわ。うん、声変わりしてる。昔の動画見ないと。あ、やばいやばい、竿が折れる。おー、来たー。うおー、変なトッピングしたっしょ。してない、こっちしてない。海ガウラでね、ある巨大魚を釣ってみたいと思います。おー、あれ、キャスミガウラですね。お、は、お、似てないわ。あれ、おー、来たー。でん、炭酸水ですね。基本的に前に抱えたんか。ガチで似てなくね、俺と。あれ、すっぽ抜けた。でもまた食う。俺が変わった。あ、俺か。逆にね、変わったのは俺の方だったのか。俺自分でなんか見てびっくりした記憶あるんだよな、似すぎてて。皆さんこんにちは、ホモサビです。今日はですね、めっちゃ、え、本当に似てないじゃん。あ、なんか似てないぞ。うん、蓋をして3日ほど漬け込みます。全然違うわ。皆さんこんばんは、ホモサビです。どうも。全然違うわ。いや、俺も前ホモサビの動画見た時、俺に声似すぎてびっくりしたんだよね。じゃあ一旦プロタン見よっか。プロタン似てるか。プロタンと、ちょっと顔比べてみるか。プロタン。わかんなくもないぞ、これ。これがミンティーで。いや、声は似てないだろ、絶対。え、声は、え、顔でしょ。似てるの顔じゃないの、声。顔、顔だよ。だから顔でしょ、コメント欄で言われてるのは顔だね、多分。まあ、わかんなくもないな。なんか雰囲気似てる。言いたいことがわかるわ。ちょっと東海オンエアのさ、坊主の時ないのかな。誰だっけ、哲也か。哲也坊主。ちょっと今顔で隠して並べてみて、配信で。え？いや、似てないな。似てないよね。似てないな。似てないよね。全然似てないわ。似てないよね。よかったわ、似てなくて。まあ、よかったわ、ちょっと失礼かもしれないですけどね。顔の形汚い。頭の形さ、汚いは結構ディスじゃない。触れづらいよな。まあまあなディスだね、それ。うん、結構触れづらいよね。タグトリオ。峯岸の方が似てるとかも触れづらすぎて無理なんだけど。コメントは拾えるけど顔並べるは無理。峯岸ゴン君と似てる？しょうがないって。気になるじゃん、さすがに。峯岸ゴンってやめろよ。とんでもないプレイでした。はい。まあ、理由はもうバグったからさ、峯岸スペースゴンって調べたら意味わかんねえのめっちゃ出てきた。意味わかんねえの大量に出てきた。さすがに、さすがにそんなのやつはいなかったわ。さあ、というところで続いてのマップはアイスですね。これは当たり前なんだけどさ、ゴンって入れたらハンターハンターが大量に出てきた。人気ねえんだな、デバイス。リスオタクって。キルジョイとバイパーを合わせて B 側の設置に対して何なんて言うの、デバイスオタクって言うからスペース。デュエリストレイナーなんです。結構デュエリストの枠がその選択の余地があるマップ。一発で、一発でゴンクレてきた。ちょっと待って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 。ジェムキンの使い方次第になると思いますね。ジェットのテールウィンドってかなり前に、まあ、弱体化を食らって、まあ、どうしても発動して一定時間で切れてしまう。ただレイナーであれば前に出てキルを取ってそのままディスミスで引いていくと、あとはデバーで回復したりなど、まあ、特に打ち合いが発生しやすいアイスボックスにおいては昔から、まあ、好んでピックをする人は多かった。ところなんですけれども、ちょ、やめてこう。でもやっぱそういう芸能人で似てるわ。もうなんかゼロストと小峠で個
せるものがないなって思う。まあそれはそうだね、うん、カツラをかぶった小峠ってもうまんますぎる、うん、ロールが上手い小峠だもん、うん、そうロールが上手い小峠もうパンチ強すぎて勝てない普通に。髪もいい感じにズラっぽい。お前それゼロストに面と面向かって言えんのか。クソ失礼だぞ。クソ失礼だぞ本当に。ゼロスト顔で検索すると小峠が出てくる。いやマジ？本当に？いや知らん。そういうコメントがあった。